カメラです。友達関係から先に進めない。アプリで会えても単発で終わってしまう。男女の関係になる前に終わってしまう。今回はどうすればまた会いたくなるのか、どうすれば次に先に進めるのか、そして気づいたら好きになっていた、気づいたら男女の関係が固まっていた状態を作り出す方法を掘り下げていきます。対女性や恋愛においてかなり重要な回になるので、頭に叩き込んで速攻実行していってもらえればと思います。それでは早速見ていきましょう。で、今回は大きく3つのポイントというか3つのステップというかに分けて解説していきます。それではまず最初のポイント、最初のステップは満たしきらないこと。言い換えると腹8分目がキーワード。どういうことかというと、満たしきらない腹8分目であることによって人は残りの空白を埋めたくなる。つまりまた会いたい、もっと知りたい、追いかけたいという心理が刺激されるというわけです。さらに例えば6時間かける1回と2時間かける3回では、同じトータル6時間でも印象に強く残りやすいのは回数が多い方となります。しかも回数が多くなるということは、そう、単純接触効果が働きます。そもそも関係構築は単純接触ゲームであるという側面もあります。もちろん接触回数が少なかったり1回目でいけたりもしますが、単純に接する回数や時間の多さに比例して距離が縮まったり行為が大きくなっていくのが人間の性質。もちろんそれが全てではないけど、単純に接触回数や時間を重ねていくだけで確率は高まっていくわけです。そういった意味で満たしきらないこと、そしてその分回数を増やすこと、これが最初の重要ポイントとなります。ちなみに念のため言っておくと、満たしきらないというのは退屈させたりつまらなかったり単に不満で終わるということではなく、楽しいしまだ話したいしちょっと物足りないくらいで、もう解散しちゃうの、まだ一緒にもっとという状態であえて立って満足させないというのが肝です。以前動画で話した切り上げもまさにこれに近いものです。軽く引用すると、例えばお店でいい感じの雰囲気や話が盛り上がっている時、ある程度話をした時点などにあえてもう出よっか、そろそろ行こうかななどと切り上げようとする。行くか行かないかはこちらが決められるというポジションを取ることで主導権を握ったことになり、いなくなるかもしれないと感じさせる、実際にいなくなってしまうことによって希少性が演出され、こちらの価値の見積もりが高まるというわけです。そして相手にとってこちらのやっぱりまだ一緒にいようという言葉や、もう一度自分のところに戻ってきた時は、失いかけるという経験がなかった時よりも喜びが大きくなります。一度失いかける経験をしたことによって希少性を感じ、価値を高く見積もっている。今度は相手が必死にこちらを離さないように頑張るという構図が出来上がるというわけですとのこと。こんな感じでまだ満たしきらない、まだもっとの腹8分目くらいのところであえてその回は解散してしまう。なので例えば丸一日デートするのではなく、ご飯食べてその日は解散とか、楽しくなってきた、もっといろいろ話したくなってきた、そんなタイミングであえて解散する。この腹8分目くらいに抑えて満足させないことによって、もっと一緒にいたかったという心理だったり、その後の連絡や次のデートにつながりやすくなるというわけです。そもそもの話として、女の子と関係を築いていくときに、特にまだ付き合っていなかったり男女の関係として安定していないときは、次につなげることが重要となります。これは読まれる文章とかでもそうで、それを読んでもらうためには1行目は2行目を読んでもらうために、2行目は3行目を読みたくなるようにというように、次につなげていくことが大事だったりします。本なんかも同様で、1ページ目は2ページ目をとか、1章は2章を読みたくとか、これと同じように1回目のデートでは2回目のデートにつなげる、2回目のデートは3回目に、あるいは複数人で会うくらいから2人きりで会うくらいに、2人きりで軽く食事をしたら次はがっつり飲みに行くくらいにとか、次の回、次の段階につなげていって、ゴールまでつなげていくと。そしてこの軽めの接触は、関係が浅い段階に低いハードルから超えていくことにもつながっているわけです。で、これは固定化の段階と言い換えることもできます。要は低いハードルを超えながら LINE すること、電話すること、会うことなどを当たり前にしていくと。その上でまた会いたい、もっと知りたい、追いかけたいという心理が刺激される、空白を作っていきながら、回数による印象強化と単純接触効果を強めていくというのがポイント1の満たしきらないこととなります。
それではポイント2、アポまでの期間。これは先に結論から言うと、まだ関係が浅い段階、すなわち固定化の段階では会うまでの期間は短い方がいい。関係が安定してきたら会うまでの期間が長くなってもまあいい、といったことです。例えばテレアポなんかでも、会うまでとか次電話かける約束とか、それまでの時間設定が短いか長いかだけでも恐ろしいほど受注率が変わったりします。それと同じで、特にアプリなんかでは時間が空いたり連絡頻度が少ないとキャンセルにつながったり、固定化する前に切れてしまう可能性が一気に高まってしまうと。だからこそアポまではできるだけ早めが吉、一回の時間が短くてもいいので、いや、ポイント1で話した通り短い方がいいまである、といったところです。そのため、がっつりデートだとなかなか都合が合わなくて先の予定になってしまうなら、ちょっとお茶するとか飯だけ食うとか電話するとか、軽めでもいいので直近で接触することが大事になります。特にまだ関係が浅い段階ほど。で、先ほど結論として、関係が安定してきたら会うまでの期間が長くなってもまあいいと言いましたが、予定が先になってもそれだけでなしになることはない。ちょっと時間空くだけで切れるような関係ではないという段階であれば、予定が先になっても問題ない。なんならむしろ先になった方がいいまであります。その理由も含め、ポイント3、日常に予定を。これは相手の日常の中に自分との予定を入れておくことがポイントだぜ、ということ。ではなぜこれがポイントかというと、そう、マインドシェアを奪えるからです。まず脳の性質上、予定があると意識的にも無意識的にもそれを考えがちの状態になります。で、恋愛ではマインドシェアを奪うことが超重要となりますが、これは考えがちになることによって脳内での接触回数が増える。そして脳内での接触でも単純接触効果が働くため、好意や親密感が勝手に高まっていく。さらについ考えがち、ということは好きなのかな、気になってるのかなと脳レベルで認知が形成されていく、などの理由でもマインドシェアを奪うことが超重要となります。で、先ほど予定が先になってもそれだけでなしになることはない、ちょっと時間空くだけで切れるような関係ではないという段階であれば、予定が先になっても問題ない、なんならむしろ先になった方がいいまである、といったのは、まさに相手の日常の中に自分との予定を入れておくことになり、マインドシェアを奪えるからです。しかもこれだけでも日常に予定をになりますが、さらに何食べたい、どこ行きたい、考えといて考えとこうみたいなのも、ここ行きたい、あれしたいみたいな話も予定を膨らますものとなるため、当日までどんどんマインドシェアを奪えるというわけです。しかも当日に向けてどんどんデートの温度感を高めていくこともできると。ちなみに話の流れ上、アポの予定を軸に話してきましたが、日常に予定をはそれ以外でも何でも使えて、例えば物の貸し借り、格好済んだら返すという予定、明日起こしてという予定、タンプレちょうだいの予定、その映画見たら感想教えてという予定などなど、あらゆる予定の形で自分の存在を相手の日常のマインドシェアに入れ込むことができます。と、ここまではポイント3つを見てきましたが、そもそも人を好きになってしまう時の流れとして、最初は知らない人、何とも思っていない人という状態から、だんだんと自分の中でその人の存在が大きくなっていって、気持ちとか頭の中とかがその人でいっぱいになっていって、あれ好きになっちゃってる私状態になっていきますが、今回の3ポイント3ステップも、低いハードルからしれっと関係の固定化をして自分の存在を当たり前にしていって、満たしきらないことによって、また会いたい、もっと知りたい、追いかけたいなどの空白を埋めたい心理を刺激しながら、自分を日常の予定として相手の中に入れていくことでマインドシェアを獲得していくという流れになっています。もちろん満たしきらないことや、あとは早めにとか、予定でマインドシェアを奪うとか、それぞれ単体としてもこの3つは重要なポイントとなるので、意識的に組み込んでいってもらえればと思います。それによっては友達関係から進めない、アプリで会えても単発で終わってしまう、男女の関係になる前に終わってしまうみたいな壁を突破してもらえたら幸いです。その時は高評価ボタンを押しに帰ってきてもらえたら嬉しいです。それでは次の動画でまた会いましょう。